分かっ、私が下に行こうか、上にいて。びっくりした。うん、嘘みたい。今晩会いたいって言われたの、あの前話してた人に。俺と付き合ってたって彼女に言ったの。もう一度会ってするの。うわ、びっくり、変わんないね。佐々木くんはなんか雰囲気が違う。あなたは今幸せ？わかんない。私がずっと先生を誘惑していたと気づいていますか？怒ってるの？言うべきことを言わなかった自分に怒ってる。なんでお前そうやっていつも俺を傷つけんの？わかんない、好きだからかも。俺たちの体の相性、唯一無二じゃん。多分人違いじゃないかと。そんなのあるわけない。好きな人を傷つけることしかできない。何にでも慣れたはずだったのに、気がつけば時間だけが経ってしまった。